加藤武雄9月28日から1942年5月22日は日本の陸軍軍人戦闘機操縦者。最終階級は陸軍少将。異カ軍君は14位、君三等校2級。北海道上川郡東旭川村出身。旭川中学、仙台陸軍幼年学校、陸軍士官学校、陸軍大学校卒。 太平洋戦争初戦時、戦隊長として、加藤春戦闘隊こと飛行第64戦隊を、率い一式戦闘機、春をもって活躍した、帝国陸軍のみならず、日本軍を代表する、エースパイロットの一人。1903年9月28日、北海道上川軍にて、トンデン兵として、京都都筑軍から北海道に入植した父、鉄蔵、母、君との間に、 加藤家の抜止として誕生する。後に父は、日露戦争に一等軍曹として、旭川府標、第27連隊に、従軍、3月10日、法天海戦にて戦死、高7級禁止勲章を受勲し、総長となった。1918年9月、武雄は、陸軍軍人だった父兄に習い、仙台陸軍幼年学校に入校。兄、農夫なりは、 陸軍士官学校を優等で卒業した逸材だったが、方兵将校として、陸軍方向学校在学中の陸軍、方兵将位時代に、流行性官房で創生する。父親代わりとして定前に接し、家族思いだった有識兄を亡くしたことに武雄は、ひどく落ち込むが、幼年学校の生徒間の支えもあり大きく持ち直し、また後の自身の人格を深く形成することとなった。 1938年春、石火層において95式戦闘機と共に1925年7月、陸士本科を卒業し、見習い士官を経た10月26日に、札幌府標、第25連隊府の陸軍府標少位に任官するも、翌27日には元より航空に、興味のあった本人の希望で航空兵に転加し、飛行第6連隊府の陸軍航空兵少位となる。 1926年6月、所沢陸軍飛行学校に第23期操縦学生として入校し、卒業時には技量成績優秀としてお玉物の銀時計を排除し後のエースとしての頭角を表す。1929年6月に結婚、後に3人の男子を設ける。なお、長男の正明は戦後に素粒子物理学を専攻し、 東京大学教養学部教授を経て、東京大学名誉教授、理学博士を務めている。陸手本科の生徒体育隊長を経て、1937年10月26日には、日中戦争に、陸軍航空兵隊員、飛行第二大隊第一中隊長として、従軍、1938年3月25日朝、北区上空にて、中国空軍第三大隊と交戦。 この戦闘で、加藤は4機を撃墜したが、両機の川原光介中尉を失った。翌3月26日には、航空部隊として、初めて加藤を率いる、第一中隊に感情が授与されるなどを活躍する。1938年5月には、陸軍大学校入校を命じられ、戦地から帰国。1939年3月に、陸大戦下卒業後、今度は、 陸軍航空総監部兼陸軍航空本部部員を拝命。同年7月には事変におけるエースとしての活躍が認められ、寺内敏一陸軍大将らの独位、米東各国への視察旅行の随行に参加。報読時には、すでに第二次世界大戦の火蓋が切られている東部戦線、西部戦線の両戦線を帝国陸軍一行、ともも視察し、加藤は、 戦闘機操縦者として、先進ドイツ空軍の航空事情を調査し、最新鋭のメッサーシミット BF-109 に登場する機会を持った。工述の映画、加藤春戦闘隊にて、第64戦隊機を演じた、明けの陸軍飛行学校の一式戦2型たち。名飛行の保有機に飛行第64戦隊第一、中隊の舞台マークである、白矢印を描いた。 なお船隊長である加藤の搭乗機は、本部所属機を示す、コバルト、ブルー色で縁取りされた、白矢印を、舞台マークとして、さらに船隊長を標識として主翼に、白の車線を描く1941年4月、陸軍少佐、四代目船隊長として、高州天が飛行場中流の飛行第64、船隊に着任。なお、第十四船隊は加藤がかつて中隊長を、 勤めていた飛行第2大隊第1中隊と同大隊第2中隊及び独立飛行第9中隊の計3個飛行中隊が合同して1938年8月1日に編成された飛行船隊である。1941年8月末に部隊は新鋭の一式戦春に騎士改編を行い、ここに加藤春戦闘隊が誕生した。 太平洋戦争開戦後、第64戦隊と、春は各地の航空撃滅戦において、連合軍を圧倒。加藤自身も、積極的に、春に登場し戦隊長として、空中式、戦闘に活躍し、南方作戦の成功に大きく貢献している。中でも1942年2月14日、オランダ領東、インドパレンバン大油田地帯に対して行われた、 パレンバン空挺作戦において奇襲空挺攻撃を行う第一艇診断の護衛援護第64戦隊と第59戦隊の春が担当した際にはイギリス空軍のホーカーハリケーン2機を確実撃墜している。この空挺作戦において春と艇診運兵を乗せた輸送機に損害はなく無事降下した艇診断はパレンバン油田聖油所 飛行場、市街地すべてを1日で制圧している。これによって、日本軍は、太平洋戦争の海戦意義であり、最重要攻略目標である、港田資源地帯確保を達成した。同年2月19日、陸軍中佐に昇進。なお、第64戦隊は終戦までに計7枚と、日本軍最多数の艦上を排除しているが、うち3枚は、マレー上陸作戦。 パレンバン空挺作戦、ジャワ上陸作戦の活躍によるものであった。以下の一式戦の戦果は、戦士家、梅本博士が日本軍の戦果記録を、連合軍の損害記録たる一時資料と紹介した、確認ができた、最小限で確実な数字たる戦果である。第64戦隊、第59戦隊の一式戦は、太平洋戦争初戦の空戦において、 実質約4倍の数を対戦闘機戦では約3倍の数の敵機を撃墜した。各地を制圧した第64戦隊と一式戦は3月21日からビルマ戦線に転戦。このビルマ航空戦で主にイギリス空軍及びアメリカ陸軍航空軍と交戦し、同月23日には損害なくハリケーン1機を撃墜し、同戦線における初戦火を収めている。 このビルマ航空船に第64戦隊及び飛行第50戦隊は長期間従軍しまたエース多数を排出一式戦を主力とし対戦末期に至るまで連合軍空軍と互角の戦いを繰り広げることとなる。しかし1942年5月22日第64戦隊が臨時に駐屯していたアキャブ飛行場にイギリス空軍ブレニム1機が来襲し爆撃。 加藤中佐機以下5機が溶撃するも、高情報従座の巧みな射撃により、安田義人総長機、大谷マス作り隊機が被弾し途中機関、さらに1機が最初の近接効果攻撃からの引き起こし時に、機体腹部に集中奏者を浴び発火。この機体こそが船隊長、加藤武雄中佐機であり、ベンガル湾上のため機関、富士は、不可能と悟った、加藤中佐は、 両機の近道早朝機に向けて、翼をゆっくり大きく振ると、気を左に反転、背面飛行になって、高度200メートルから、ビルマーン山陽西方沖約10キロメートルの、ベンガル湾の水面に炎を吹きながら、突入、14時30分に、壮烈な自爆を遂げた。なお、イギリス側の文献、ジョン・レイク・チョ、ブレニムス・カド・レンズ・オブ・ワールド・オーニでは、 ブレニムからの連射による被弾によって、加藤機のコントロールワイヤーが切断、あるいは、加藤自身が被弾の際に重傷を負い意識不明となったのではないかと自爆を否定する見方をしており、戦後のアニメンタリー決断第14は、加藤春戦等隊ではこのレイクの説を用いた脚本になっている。この前日の5月21日、上記の故障、発火により、 コックスバザー南東で落下山降下した清水武氏陸軍順位の捜索救出を加藤は現地義勇軍に依頼。さらに、戦死当日の二十二日、第六十四戦隊はこのアキャブ飛行場を引き上げ、東宮飛行場に転身するため空中勤務者たちは身支度を整えていた状態であったが、清水順位の安否を気遣う加藤は、義勇軍からの遅い返答を待ち戦隊のアキャブ、 出発を見合わせていた状態であった。そのため、加藤が返答を待たずに予定通り、アキャブを出発していた場合、ブレニムの攻撃に遭遇することなく、戦死を回避できていた可能性がある。実際は、捕虜になっていた清水順位は、インドのビネカール捕虜収容所にて、海岸に漂着し、イギリス軍に回収されていた、加藤の手帳を見せられ、自責の念にかられ落涙が、 止まらなくなったという。去年38。推定総撃追数は18機以上。映画、加藤春戦闘隊のポスター累計6回の舞台勘定に加え、改めて1942年5月30日に南方軍総司令官寺内俊一大将から個人勘定が授与され、また後には帝国陸軍史上初となる二階級特進及び、 異例の高2級禁止勲章排除の栄誉を受けた。個人勘定では、その武功一に中佐の高枚なる人格と、卓越せる式闘水及び美優秀、なる操縦技能に不、不物にしてそれの存在はみに陸軍航空部隊の司法たりと評され、大減帥の条文に達し、これによって、第64戦隊の戦隊かの歌詞は、7度重なる勘定となった。 その活躍と、その人格、人徳から、部下からは、生前から、軍神と尊敬されていたが、7月22日には、陸軍省から正式に、軍神加藤少将戦手と国民に向けて発表され、23日付の各新聞では、トップニュースとして一面で扱われ、一般からも賞賛を得ることになった。朝日新聞では、青む軍神、加藤武雄少将の見出しに、 前線の加藤少将と新鋭戦闘機、春、県軍以来艦上の最高記録の副題をつけ、加藤を、春の写真とともに、大々的に報道し、7月29日、公開日本ニュース第121号、脱帽艦上七度軍心、加藤少将では、ありし日の映像とともに、帝国陸軍空の四方、加藤武雄中佐と歌い、 写真集法8月5日号では、ああ、軍神、加藤武雄少将、双葉より、神和氏の面影、9月16日号では、敵空軍恐怖の的早武者と特集するなど、連日大々的に扱われていた。これによって、加藤は、空の軍神、軍神加藤少々、早武者戦闘隊長として、当時の全国民の知る、伝説的英雄となり、また、加藤の活躍と、 相まって、一式戦、春は、太平洋戦争中の日本軍戦闘機の中でも、最も有名な戦闘機として知られることになった。9月22日、秋雨降る築地本願寺にて、陸軍総が取り行われた。葬儀には、この絵師団のこの絵兵による儀場に加え、長寺は、参謀総長杉山本大将が報読、内閣総理大臣登場駅大将を、 はじめ多くの陸海軍交換らが参列した。その模様は、脱防空の軍神加藤少将陸軍僧と題し、日本ニュース第121号で放映されている。墓所は、旭川市と八日のあたごぼち及び、東京都府中市の玉霊園。旭川市東旭川町の旭川神社境内に、ある、平村記念館には、加藤に関する貴重な資料が展示されている。 1944年には、戦意紅葉の意もあって、加藤春戦闘隊として映画化、劇中化でもある舞台化と共に、大ヒットした。映画、加藤春戦闘隊にて、藤田進演ずる、加藤武夫と、第64戦隊機を、演じた指揮船、春新潟陸軍航空兵隊当時の加藤1938年5月、聖徳にて、性格はユーモアにあふれるか思い、 当時としては長身である約170センチメートルの身長に日本人離れした堀の深い顔立ちであった。苦しいことは進んで自分で引き受け、それを自分でやってのけた。上官にどんな意見を愚信しても自分がその中の一番苦しい仕事をやる計画だった。飛べる飛行機が一機しかなければ自分自身が乗っていった。 戦地で露覚したイギリス空軍の放ーカーハリケーンの操縦をわずかに3日でマスターし、高等飛行を成し遂げるなど、操縦者として、類まれなる素質と実力を持つ、帝国陸軍古株の飛行機乗りであるとともに、部下思いの指揮官であった。それに応えるように部下も、加藤を強く信頼、尊敬し、中でも第64戦隊で中隊長として活躍し、本土防空戦で、 義足のエース、接客のエースと謳われた日の木を平将作は晩年まで、加藤を強く慕っていた。日中戦争時の1938年2月には、同年1月に戦死した河合総長及び、敵軍将兵に敬意を払い自身らが、撃墜派した数多の中国空軍機の操縦者を、弔うため、敵味方隔てなくそれぞれ2つの加藤、部隊長名義の花輪を作り、 空中から戦場に捧げている。また、同月31日に、西安の敬愛する中国戦と対操縦者に、満航敬意を表すの上で、さらにガンクバ我が飛行場も来週、セラレンコ島という挑戦場まで差し上げた。また戦闘機体指揮官として、個人撃墜数には全く関わらず、日中戦争時には、中隊長として自ら率先して描いていた。 石州の変欲の撃墜マークを戦隊長たる太平洋戦争時には描くことを禁止し、あくまで変態空前を第一として、部下に対しては日頃から個人の功に走るなと軍事していた。爆撃任務に向かう97重爆隊の直演任務において部下達が直演を手薄にして敵迎撃機の撃墜に走り戦果を、 火星でしまった時には任務に外れていると強く叱責するなど、あくまで部隊全体、任務全体を考えることを命じた。そのため、加藤は空戦式のために、それほど性能が良くなかったものの無戦機による戦隊の運用を重視していた。太平洋戦争開戦時、加藤は38歳。戦闘機操縦者としては高齢であり、他の部隊ならば、通常は地上で、 作戦式を行うことが多かったが、帝国陸軍航空部隊の指揮官率先を忠実に守り、たとえ些細な任務でも、編隊の戦闘一番機として飛んでいった模範的、名指揮官であった。また、見張りを厳重にするため、岩を陶器でも、天外を占めることは稀であった。これらの南方での加藤及び、第64戦隊を物語るエピソードは、加藤戦士後に、 第64戦隊から、内地の明けの陸軍飛行学校に、講主学生として、転属となった日の木洋平中尉、遠藤健中尉両名が、対戦当時に内地で表した、戦記、加藤春戦闘部隊などに記述されているほか、これを原作とした、戦術の映画、加藤春戦闘隊でも詳細に描写されている。ムは、高速性に加え十七戦並みの格闘性能を、 求められた。特に初期型は、極端な軽量化による弊害で機体の強度が低く、事故が多発した試し下たが強化されることとなったが、操縦者らの受けは悪かった。そこで加藤自ら、春に乗り込んで、無茶とも思える、高等飛行を披露して、不安を払拭したという逸話がある。また、春は、飛行時間は、自由に6時間を超えたが、そのような長距離の作戦で、 加藤は時に1日2回も出撃することがよくあった。さすがに20歳前後の若手操縦者も音を上げて、腰が痛い、舞台長殿は大丈夫ですかと聞くと、加藤は若い者が痛むのに、この老人が痛まぬはずがないと答えつつ、再び出撃していったという。加藤は機体性能の研究にも強い関心を持っていた。 墜落した敵機を詳細に研究し、敵機の弱点などを調べるよう努めた。その中で、防弾装備など敵側の優れたところなどを自軍に取り入れる可能性などを研究する態度を常に示した。加藤は人参袋を飛行服に下げていた。袋には磁石、浅縄、消灯、ナイフ、ホーク、マッチなどが入っていた。航空部隊の生命は機動力である。 所持品はできるだけ簡単にの言葉通り、この袋一つで更新が来るまで最前線の前進基地に進出したのである。袋には内地の見ず知らずの人から送られたお守り袋など、同じ神社のものまで大切にして入れていた。これについては部下に対して送ってくれた人に悪いからと説明している。加藤の並々ならぬ一番の趣味は写真撮影であり、カメラは ローライフレックスほか、戦死の直前までは、コンタックス製品を愛用していた。日中戦争当時から陣中にカメラを持ち込んでおり、戦地とはいえ日頃の熱心な趣味としており、遺作も残っている。スポーツ全般も、得意としており、中でも北海道出身らしくスキーの腕前は、確かなもので、戦前に親しい航空兵将校ら同士で開いた、スキー界では重量を争う腕前であった。 第64戦隊長時代には空中勤務者は健康が第一という心情から部下をテニスや野球に誘い占領した英空軍の飛行場では英軍将校が残していった飛行場併設のゴルフコースでゴルフを足しなんでいたほどであった相手の必要なスポーツができない時は一人でマラソンをして体力を鍛えていた風呂好きであり 風呂に入らねばどうもさっぱりせんと、前線でもドラム缶風呂での入浴を楽しみ、風呂上がりには部下らと打ち解けて話をすることも多かったという。夫人の解雇では、内地時代は特に住んだ湯を好み、家では一番湯を楽しんだという。作戦の立案などで忙しい時に、風呂の用意ができたことを知らされると、部下に先に入れよと言いながらも、入れないことを大層残念そうにしていたという。 タバコは、大の巻タバコを好んでいた。愛煙家であったが前線では、タバコの補給がないことも稀ではなかったため、その時は部からに、自分のとっておきのタバコを開け与えていた。戦死の三日前、檜ノキ商員がタバコを土産に、病院から帰還したところ、よく気がついてくれたとそれを喜んだが、結局缶の蓋を開けることはなかった。物への終身をまるで見せなかった、加藤だが、 タバコに対してだけは、戦地で手に入るとそれを非常に喜んだという。食の思考としては、周囲からは、果物好きとして知られていた。日中戦争時代の落葉攻撃で、河原注意を失った時に髭を剃り落とし、冷然に、手向けて、以来、加藤の右手として活躍し強く信頼されていた、アンマ対のヌミキ以外は、部下を失っても淡々とした表情であったが、 心の応能は深いものがあった。加藤は常に自ら率先して基地に飛び込み、死を見ること期するがごと死を実践した。部下には、ただ、の覚悟ができたというだけでは足らぬと思う。生きている限り、心身を磨き何かの役に立たねばならないのだ。そして、死を、長役台として悠久に生きるのだと語っている。ありがとうございます。